皆さんこんにちは。こんにちは。以前からですね、気になってたあのワークマンプラスってあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。まあ、知ってますよね。超有名ですもんね。で、あの僕たちもですね、以前から気になってて、今日ですね、あの今回初めて行ってきて、あのいくつか購入してきましたので、その紹介をしようと思います。はい。それではですね、あの嫁さんと僕とあのいくつか購入して、まず僕の方から紹介しようと思います。まずは僕が購入したあの1点目紹介しようと思います。こちらになります。じゃーん、 じゃじゃーん、手袋です。たくみシリーズの手袋で、物流建築作業に最適というものになります。 M サイズで3枚組なんですけど、499円になります。バラで買うと1枚ですね、200円ぐらいだったと思うんですけど、3枚組を買うとちょっとお得に買うことができます。それでは早速開けてみようと思います。ちょっと遠くにすぎまず表はこんな感じになりますね。グレーがかった色で、表面はですね、あのゴムがシワシワになった感じ、わかるかな。あのめちゃくちゃ使いやすい手袋で、グリップっていう手袋があるんですけど、赤と紫の手袋で、あのそれがまあめちゃくちゃ使いやすくて、僕は普段それを使ってるんですけど、この素材もですね、結構そのグリップっていう手袋に近くて、表面がシワシワなってるんですけど、これがですね、また結構いいんですよ。こう手袋をして材料とかを握った時に、その、表面のこのゴムがザラザラしたのが、その材料なんかを捉えてくれて、少ない力でそれを物を掴むことができるっていう手袋で、まあ、めちゃくちゃおすすめです。でそれの M サイズですね。でちょっとつけてみようと思います。こんな感じですね。フィット感はどう？フィット感は最高。まあ、僕はちょっと手がちっちゃいので M サイズだったんですけど、しっかりね、あの指先までこのなんていうの、手袋が来てる感じで、まあ、釘の1本とかビスの1本を取れそうな感じで、なおかつ後ろがね、ちょっとこう薄で、まあ、あんまり厚くなくて薄すぎない感じで、まあ、通気性もねそれなりにしてくれそうな手袋ですね。これ魚釣りなんかもいいんじゃないかな。え、魚釣りでさ、うん、手袋するの？魚釣り手袋するよ。だって糸で手切ったりするじゃん。岩場なんかをこうやってさ、そういう時だけでしょ。いや、そういう時もだけど、魚釣り普通に手袋するよ。あ、そうなの。うん、糸で手切ったりするからね、プシッって投げたりするそう。はい、お次は僕が買った2点目こちらになります。ででーん、アームカバーです。クールスリーブっていうもので780円ですね。サイズが LL になります。これはサイズを見てなかったね。そう、サイズをちょっと見ずに買ってしまったな。フリー、ね、フリーサイズっていうか、何でも合うのかと思ったら、まさかのサイズだった。ちょっとつけてみようね。この腕の先の方にこのロゴが入ってます。こっちはロゴなしだね、うん、そうだね、ロゴが入ってない、ね、うん、じゃあ僕は右腕の方にロゴを持ってこようかな。こういう風に通して、あ、いいね、うん、いいんじゃん、超で良かったんじゃない、うん、超で良かった、LL でね、うん、あ、めっちゃいいわ、うん、お、すごっ。しかもなんかすごいフィット感があるし、うん、今持ってるのとどう？今持ってるのと比べると、まあ、ちょっとこっちの方が動きやすいかもしれない。あ、そうなんだ、うん、フィット感がいいよ。へー、あ、いいね、いいね、これはいいよ。いい感じ、うん、いい感じ、いい感じ、ほら、うん、いいね、ね、ちょっとかっこいい、うん、かっこいいね、ね、ちょっとちょっと多いすぎちょっと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 だけど、うん、いい感じじゃん、いいね、うん、めちゃくちゃフィットしてて、うん、ずれ落ちる感じがない、うん、そのアームカバーの特徴としてはさ、あのいいところはね、なんだろう、このインナーの数が増えないから、うん、夏場も例えば T シャツ1枚で、あの T シャツが半袖の場合ね、うん、アームカバーをするだけで、まあ、長袖にできるじゃん、うんうん、なおかつ暑くなったらこれを取ることができるから、
休憩中とかね、そう休憩中とかもこういう風にね、うん、そうだよね、日焼け対策にもなるしさ、うん、あの怪我防止にもなるし、うん、まあアームカバーはめちゃくちゃおすすめ、うん、多分汗をかいたらね、あの速乾タイプで汗をね出してくれるっていうかさ、すぐ乾かしてくれて、乾かしながら表面から汗が蒸発していくもんだから、うん、あの熱気を取ってくれるみたいな効果があって、うん、多分あの冷感冷たく感じるんじゃないかなと思います。はい、もしよかったらねこれも買ってみてください。お、ちょっともう一個買ってもいいぐらい、ね、だから思った、うん、もう一個買っててもよかったのに、うん、もう一つ買おう、買っていいですか。ダメですそういうのがあるんだよね、うちは。はい、お次にですね、僕が買った3点目はこちらになります。じゃじゃん、 3D ジョガーというものになります。商品の謳い文句がですね、 115% 伸縮素材で動き楽々というものになります。価格は1900円ですね。ちょっとね、これいいんですよ。試着してみたのね。そう、試着してみたら、まあ、僕ちょっと太めなんだけど、シルエットがなんか細身に見えて、なおかつ下がジョガーでこんな風に絞ってあるので、なんかおしゃれだったね。普段着でもちょっと使えそうな感じ、うん、使える使える、ね、だって今おしゃれでさ、うん、こうやってワークマンのものを使ってる人、着てる人って多いんでしょ。そう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 、だし、まあ、仕事だけじゃなくてもさ、魚釣りとかさ、うんうん、動きやすいから結構いろいろね使えるんじゃないかなと思うんだよね、うん、それではね、ちょっと早速着てみたいと思います。ちょっと待っててください。はい、それではですね、早速着てみたので見てみようと思います。ででーん、どうでしょうか。いいよね。いいよ。太めの僕でこんだけちょっとシルエットが細くなって、なおかつね、ほらこうしゃがんでここが突っ張ったように、まあ、見えると思うんですけど、全然窮屈じゃない、窮屈じゃないし、こうやってこうやってもね伸びてくれる。本当に 115% 伸びてる感がすごい。立ってるだけあるね。うん、あるあるある。へー、すごい。本当にこれは動きやすいよ。で、ここにポケットがついてて、で、こっち側はね、ほらボタンなしのポケットがついてる。うん、後ろは、あ、後ろもついてる。後ろこっちもボタン、こっちはボタンあり、こっちはボタンなし、こっちはボタンあり、うん、こっちボタンあり。で、ポケットも結構広くて、うん、僕のね、このビーズやコーちゃんと iPhone をね、ちょっと古い iPhone だけど入れてみると、こっちね、財布、うん、iPhone はじゃあここのポケットに入れてみようかな、うん、こんな感じ。いいじゃん、すっぽり入る。ここもあるよ。あ、ここも、ここに iPhone 入れないでよ、うん、ここになかなか入れないよね。よーしって言って、ここ、こうピー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 ってやって、ここにスポッてなかなか入れないだよね。うん、こうやってすっごい。これで1900円も結構厚いんじゃないかな。通気性自体はそんなにはないけど、素材自体結構薄くて、汗をね、それなりに吸ってくれそうな感じで、なおかつね、あのここら辺ゆとりがあるから多分乾くと思うんだよね。なんか仕事だけじゃなくて、あのアウトドアとか、まあ、魚釣りとかいろんなシーンに活躍してくれそう。いい買い物だった。うん、いい買い物だった。え、色は何色があったの。わかりません。え、そうなの、見てないの。見てません。これしか見てませんこの色がいいと思って、これしか見ない。普通何色あってとか言うけどね、うん、すいませんが、僕はこれしか見ませんでした。そう、はい、いい色だと思うよ、うん、ありがとうございます。以上がですね、僕が購入したものの紹介でした、はい、次はジャメさんの番です。はい、次は私の購入品を紹介します。はい、まず1点目はこちら、じゃん、レディースエアのクライミングパンツになります。おいくらですか。これは1900円、税込みです。で、グリーンですね、色は。まあ、いい色だね。うん、いい色でしょ。いい色だし、うん、なんか素材自体も値段の割にはしっかりしている。そうだ。で、うん、ちょっと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 ね、こっちゃんね。そしてこの色味がグリーンと黒とベージュの3色ありました、うん、
で私はグリーンを選びました。おそう畑仕事とか、うんうんうん、ガーデニングにね、そうガーデニング用に購入しました。はい、はい、それでは2点目です。ハイストレッチ UV アクトパンツになります。こちらもさっきと同じようなタイプにはなるんですが、形がちょっと違います。こちらも税込み1900円になります。安いね。安いでしょ。で生地感もすごい薄くて、まあ、あっちで試着どちらもしたんですけど、座りやすい、立ちやすい、動きやすい、で素材的にもすっごくこう薄いから、夏場もいい感じに通気性があって着れそうです。はい、後で試着してみます。最後3点目です。はい、ハイストレッチ UV アクトワンピースになります。こっちもブラックで2色あって、ブラックとベージュがあって、ベージュが2着あって、うん、ブラックが1着あって、うん、でこれ S サイズでちっちゃいかなと思ったんですけど、うん、とりあえず最後の1着でこれしかなかったから。ああそうなんだ。そう、でこれが税込み1500円です。これここ絞れるの？そう絞れるの。そうなんだ。そうこれもガーデニング用、全部ガーデニング用に購入しました。はい、はい、それでは3着着てみたいと思います。はい、まず初めに紹介するのはエアロストレッチクライミングパンツになります。どうぞ。じゃじゃーん。どうでしょうか。どうですか。どうでしょう。着た感じはすっごいね、うん、あのまあいいといういいって言うしかないんだけど、うん、いいしか言えない、うん、めっちゃいい。伸びる伸びる。私163センチなんですけど、うん、ちょうどぴったり M サイズでぴったりです。おお、そうなんだ、うん、ポケットも1、2、3、4、5ついてます。ここもポケットじゃん。すごい、ね、でもこんなに入れない。いる人がいるかもしれないね。ねえ、だよね。うん、ポケットが5個ないと困るっていう人がいるかもしれない。でも本当に動きやすい、ガーデニングには持ってこいだと思う。いいね。こうやってこう動くで、こうやってよく動く職業の人、うん、すごいいいと思う。でも L でもよかったかな。ちょっとあんまりにも着替えてる。これはこれはシンズレ。さすがワークマンっていうだけあって動く人のことを考えて作ってるね、うん、確かに人気が出るのもわかる。うん、さすがうなずけるね。はい、以上です。はい、はい、次に紹介するのはハイストレッチ UV アクトパンツになります。それではどうぞ。レレレレレレはい、どうですか。あのね、さっきのとは素材が違うのね。はい、さっきりってこっちの方が涼しいです。あ、そうなんだ。こっちの方が全然涼しい、UV アクトパンツ。そう、UV アクトパンツの方が涼しくて、あの同じ M サイズなんだけど、うん、あっちはね、なんかね、ちょっとね、ぴったり感があったの、うん、私の足に対してね、うん、こっちは同じ M サイズでも、うん、ちょっとね、こうね、ゆったり感もあって通気性もいい感じで、うん、1着目に着たエアロクライミングパンツよりも涼しいです。軽やかさは一緒なんだけど、うん、着た感じの着心地が違う。で、動きも、うん、動きはさっきと同じ、うん、なんだけど、多分中の素材が違うと思う。あ、そうなんだ。通気性もいいってことだね。そう、こっちの方が。そう、まあ軽い、すっごい軽い。これはウォーキングとかにもいいと思います。運動する人とかにも。なるほどね。うん、すごいいいと思う、これからの時期。まあもちろん登山なんかも全然使えるだろうね。うん、登山も使える、いいと思います。はい、お次に紹介する3点目はハイストレッチ UV アクトワンピースになります。それではどうぞ。じゃんてか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 じゃん。
謎の BGM はい、どうですか、こちらは、はい、あんまり私ワンピースって買わないんですけど、うん、ちょっとなんかこんなんで、うん、ガーデニングしてたら可愛いかなって思って、うん、ちょっと買ってみました、挑戦してみました。はい、でこのジーパンは持ってるジーパンなんだけど、うん、別にレギンスとかそういうのでもいいと思います。ああそうだよね、はい、でちょっとやっぱりね夏場は腕焼けたりするので、うん、もちろんこのままじゃね出ませんけど、はい、外には来ますけど、はいはい、うん、今これに さっきの俺のアームカバー組み合わせたらどうなのちょっとマシ腕にちょっとそれはやめとこうかな、だから俺のこの腕と変わんなくないけ失礼だよね失礼だよ、この夏で痩せたいと思うの、はい、はい、ということです。これはこれで動きやすいし、うん、可愛いじゃないですか、可愛いよね、可愛いよね、絞った、で絞んない状態、これね、あ、はいはいはい、絞んない状態、うん、これはどう、これだったらどうですか、それはこれでもいいかもね、これはこれでもいい、うん、で、絞った感じが、うん、さっきも最初に見せちゃってるけど、うん、こんな感じね、でもやっぱ絞った方がさ、メリハリがつかない、うん、そうだね、でしょう、うん、ちょっと細めに見えない、うん、ちょっとね気持ちね、気持ち、でもやっぱり女の人は気持ち細く見えるように頑張るわけだからさ、うん、そうだね、みんなそう、あともうちょっと締めてみたいなこれ以上もう無理かなっていうね、ゴムが引き切れる、そう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 、はい、ここでやめときたいと思います、はいはい、はい、以上がですね、あの今回購入した商品の紹介になります。どうだったでしょうか。さすがにですね、ワークマンっていうだけあって実用的でですね、あのまた動きやすいので、あの素材とかやっぱりいろいろ考えられて作られているなっていう感じが結構して、うん、でまたお値段もですね、あのお財布に優しくて、まあね、やっぱり人気が出るのがね分かるっていうか、納得しました、僕たちも、はい、すでにもうワークマンの虜です、はい、本当にはい、以上はですね、今回の購入品の紹介になりました。で今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。もう僕たちのね、あのこれからの動画制作の励みになるので、はい、ぜひともいいねお願いしますね、お願いします。であと、あの最近ですね、ブログの方を始めて、あの概要欄の方に貼ってますんで、そちらもね、ちょっと時間があったら覗いてみてください。はい、それではですね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。たくましいよ。ブルンブルンになってる。